新型コロナウイルス、家の掃除と消毒に関する推奨事項。新型コロナウイルスに感染するリスクを防ぐためには、家の掃除と消毒が不可欠です。アメリカ疾病予防管理センターで提供している、最新の役立つ推奨事項を学ぶことをお勧めします。新型コロナウイルス問題への懸念のため、そして感染と拡散のリスクを減らすためにも、 家の中でどのような予防措置を講じることができるのかを学ぶ必要があります。世界保健機関 WAHO が説明しているように新型コロナウイルスによって引き起こされる感染症である CVID-19 は密接な接触がある人から人へと広がる可能性があります。感染は 感染した人の呼吸時に鼻や口から出るしぶきを介して起こります。しぶきは近くの表面や物体にも落下してもしばらく生きるため表面に付着したウイルスに接触してから目、鼻、または口に触れると感染する可能性があります。従って、 正しい方法で行う一般的な掃除と消毒が予防措置の一つとして重要だと考えられています。私たちは何をすべきでしょうか家の掃除と消毒方法。家の掃除と消毒のの方法は、様々な表面に存在する可能性のあるウイルスの生存を制限することを目的としています。今回は特に CVID。 19に関するアメリカ疾病予防管理センター CDC の推奨事項に言及しますが他のウイルスの感染を予防するのに役立つガイドラインでもあります一般的に正しい方法で家を掃除して消毒するのは幸せと同義だと考えられ汚れ、細菌、ウイルスなどの感染の電波を促進する可能性のあるあらゆる種類の不純物を除去できます また、正しい消毒製品と組み合わせると、表面に存在する細菌やウイルスを殺すのに役立ちます。さらに詳しく見ていきましょう。自宅の定期的な清掃と消毒。私たちは、一日を通じて、家の特定の表面や場所によく触れています。例えば、テーブル、ドアノブ、電灯のスイッチ、トイレ。 蛇口などです。どこをどれだけ触れているかにかかわらず、すべてを正しい方法で掃除して消毒することが大切です。なぜ消毒をする必要があるのですか消毒する理由は、表面的な洗浄だけでは不十分だからです。この点に関して、アメリカ疾病予防管理センター、CDC では、 様々な表面に対応する EPA 承認の家庭用洗剤と消毒剤を使用するようにアドバイスしています。製品ラベルの情報を数分かけてしっかりと読み、正しい使用方法を知ることが大切です。隔離措置をとっている人がいる家庭への考慮事項。CVID、19感染が疑われるか 感染が確認されて自宅で隔離措置をとっている人がいる場合は、アメリカ疾病予防管理センター、CDC は、より厳格な清掃勧告を行っています。CDC による具体的な指示は、隔離された人はできるだけ他の家族から離れた別の部屋で過ごすことです。また、 感染した患者と患者のケアを行う人に向けた一般的なガイドラインを以下でご紹介します。前述したように、継続的に接触する表面の洗浄と消毒を毎日実行します。家族全員、特に患者の浴室とタオル、寝具、衣類などを丁寧に、そして最新の注意を払って洗います。子供、障害者、 または消毒剤に触れることができない人を除き、隔離をされた人に自分で掃除と消毒ができるようなアイテムを提供する必要があります。自宅に洗面所や浴室が一つしかない場合は、使用後にそれぞれが洗って消毒する必要があります。洗浄と消毒に関する最終的な推奨事項。 自宅内の掃除や消毒の際に実施すべき予防措置が他にもあります。新型コロナウイルスを発症している人、または感染の疑いがある人が触れたすべてのアイテムや表面は CVID19 への感染リスクがあることを忘れないでください。また、新型コロナウイルスの感染が拡大している現在の状況だけでなく、 様々な感染のリスクを予防するためにも、適切な掃除と消毒が欠かせません。表面を洗浄および消毒するときは、使い捨て手袋を着用してください。一回きりの使用を心がけてください。手袋を外したら、石鹸と水で少なくとも20秒間手をよく洗う必要があります。 家庭用漂白剤の希釈液を使用して一部の表面を掃除できますが、使用の指示に従い、換気を欠かさないでください。この希釈液は、水3.8リットルあたり5杯の塩素を入れてください。絨毯やラグなどの柔らかく多孔質の表面は、正しい製品を使って定期的に清掃してください。また、 これらのアイテムをお湯で洗うことをお勧めします。病気の人の汚れた服を扱うときは必ず手袋を着用してください。これらの衣服は振らないでください。可能ならば高温の湯で洗いましょう。最終的な推奨事項。最後に最適な手の衛生状態を維持することが重要だと覚えておきましょう。 石鹸と水使って、1日数回手を洗うことは、感染の蔓延とノブのあらゆる種類のリスクを減らすための重要な鍵となります。自宅に新型コロナウイルスに感染した人やその疑いがある人、または病気の人がいる場合には、洗浄や洗濯、そして消毒を強化する必要があります。普段の生活でも、ペットを触った時、 食事を準備するとき、食事をする前、トイレに入った後、鼻を噛んだとき、しわぶきやくしゃみをした後などもしっかりと手洗いを繰り返してください。